例えば同じものでもブランド化するとかですね、付加価値をつけて成長していく、やっぱり与党ですし、総理総裁になるべくやってるわけですね。官房長官で総裁選であまり突っ込んだことを言えないっていうところは不利になりませんか。まあ、今総裁候補っていう別の肩書きというか別のセルフをいただいたんで、いろいろ喋りたいなと思ってます、うん、よろしくお願いいたします。こちらでよろしいですか。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。では長官よろしくお願いいたします。お願いします。今日はお忙しいところありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いします。まずですね、すべての候補に伺っている共通の質問というものがありまして、うん、はい、こちらにですね、赤マジックでちょっとお書きいただけますか。ますか。はい、すいません、失礼いたします、はい、加える。はい、はい、ありがとうございます。失礼いたします。ではちょっと前にかざしていただいて、まず私の成長戦略、付加価値増大ですか。はい、そうです。これどういう意味でしょう。やっぱり成長戦略いろいろあるんですけども、稼ぐ力とか、例えば同じものでもブランド化するとかですね、まあ、特に農林水産大臣の時にGI っていう仕組み作ったんですね。これ地理的表示保護制度つって、まあ、ご案内のようにシャンパーニュで作ったものしかシャンパンと呼べないと、これでクッと高くなるんですね。日本でもいろんなことを私が農水大臣の時から始めたんですけど、でそういうことによって1割2割価格が高くなると、これやっぱり今からはこういう形だろうなと思ってまして、もう一つはコンテンツですね。クリエイターが苦労していろんなキャラクターを作ったりとか漫画描いたりとかで、これが化けるんですね。まあ、したがって製造業ももちろんデザインとか特許はあります、しかしソフトなこの経済、そういうもののおそらく付加価値がつく倍率っていうのが、製造業より高いんじゃないかと思ってまして、例えば大きなテレビありますよね。あれって発売してから値段上がっていかないですよね、大体コモディティ化する、だけどじゃあ三大テノールもうバンバン上がっていくわけですね。だから、まあ、前は物よりことって言ってましたけども、そういう付加価値をつけて成長していくっていうところにもっとドライブかけたいなと思います。日本企業どちらかというとそういうブランディングですとか、マーケティングとか、ね、マーケティングが下手だと言われてます、それをまあ民間企業の努力でやるというのは分かるんですが、それを政府として行政として後押しどうやってやるんでしょうか。そうですね、例えばさっきのコンテンツの話をすると、まだまだハリウッドとかですね、ブロードウェイに比べてこの契約っていうのが書面でなかったりとかですね、結構駆け出しの人がバイトしてるとかで、例えばブロードウェイなんか私聞いてすごいなと思ったのは、ピアノ弾くシーンがね、あると、聴覚も弾かれる、いやいや私のような素人じゃなくてプロがね、それでそのピアノ弾くシーンがあると、役者が弾くふりしてて BGM かかっててもちゃんと本当の弾く人を袖に置いとかなきゃいけない。そうするとこの人に給料発生するわけですよ。でそういうことをやることによって、まあ、これブロードウェイのルールですから、まあ、政府そのものじゃないですけど、とか有名なのはハリウッドの俳優組合、レーガンさんが組合長なんですけど、それで付加価値グッと、このつけて、給料高くして、もうここにもう専念できると、バイトなんかしない、そういう仕組みを作ってあげると。で我々も実はガイドラインって作ってるんですね、はい、こういう契約でやりましょうと。ネットフリックスなんかはもう先んじてやってますけど、ガイドライン作ってもなかなかガイドラインなんで、これに公正取引委員会を絡めるということも今度の成長戦略で決めましたんで、こういうことを推進してですね、民民であっても本当にやるべきこと進んでいくようにね、まあ、すると、こういうことだと思います。それは税制的な後押しですとか、まあ、政策的なそういったことも含まれるんですか。予算税制、あとまあ規制っていうとちょっとあれですけども、ガイドラインを遵守させるための政策手段とかですね、
そういうことですね。なるほど、うん、改めて振り返りますけれども、まず成長戦略、うん、付加価値の増大ということでいただきました。でちょっともう少しお伺いすると、うん、ですので、まあ、何らかサービス業であったり、うん、主にサービス業あるいはソフトコンテンツに関してそれを展開することを後押しするための税制だったり、うんうん、まあ、規制の緩和だったりを推進していくという理解。そうですね。もちろん製造業もね、はい、デザインですごくいいものができたりとか、あとはまあ付加価値かどうか分かりませんけれども、助手席にちゃんとエアバッグを標準装備する、これ昔ボルボが始めたと思うんですけど、やっぱり助手席に赤ちゃん抱えた方が子供を抱えた人が乗ってらっしゃると、最初ドライバーズシートだけだったんですね。だそういうのはまあいわゆる付加価値かどうか分かりませんけど、このブランドの先行にはつながっていくと思うんですね。ボルボはあのシートベルトも発明したそうですね。まあ、人に優しい会社だなっていう、ね、ことになると思います。はい。そして具体的な項目ですが、さらなる賃上げを経済界に要請する、まあ、過去最高水準の賃上げは実現してきてますけれども、はい、やはり物価にはまだ追いついてないところがあると、はい、やっと実質賃金プラスっていうのがもう出たぐらいですから、はい、これ定着させて、かつですね、まだ実感していただいてないんです。だからもうゴールはもう当たり前のように何も考えなくても、いや賃金って物価より上がるんでしょって、いや昔そうだったんですよ、昔は。あのですから、そういうマインドセットになるまでは少しこの後押しをしていかなきゃいけないと思ってます。来年の春闘においても、もし総理になられれば、うん、物価上昇を上回るレベルの賃上げを要求していくという理解ですか。そうですね。大前提として成長戦略と、それから儲かってると。で実はあの現金とかですね、内部留保いまだに増えてますから、できないところにやれっていうんじゃなくて、このお金をですね、設備投資とか賃金にどうぞ将来に向けて使ってくださいと、こういうことだと思います。なるほど。そしてこの2番目、円安是正のためにも追加利上げを進めるべき、これは日銀の判断にもなりますが、はい、三角というのはこれはどういう意味なんでしょうか。これはまさにおっしゃったように、政府と日銀の関係で利上げをしろっていうのはできない仕組みになってるんですね。したがって、まあ、ただ植田総裁は今の傾向で徐々にっていうようなニュアンスでおっしゃっていますんで、あのそういう意味でちょっと三角になりましたけれども、利上げが進んでいくというのはですね、決して無理な話じゃない状況にはなってきていると、そういう認識は持ってます。中央銀行の独立性は最大限尊重するという、それで三角なんです、なっているということですね、はい、これ、まあ、日銀がまあ必要とあれば今後、まあ、円安で、まあ、円安は相当インフレ圧力にもなってますけれども、うんうん、そういう意味において日銀が利上げをしていく、あるいはまあ物価情勢経済情勢に合わせて利上げをするのは十分理解できるという、うん、そうですね、お考えと、はい、いうことですね。おっしゃる通りです。わかりました。そして電気ガス代の補助金は延長するということで、うん、今回ももう1兆円近くの予備費で、そうですね、決まりましたが、9800億円、これ三角はどういう意味でしょう。これはですね、これ何のためにやってるかっていうと、まさにおっしゃってる円安なんかいろんな要因があって、おそらくはもっと遡るとあのロシアのウクライナ侵略もあってですね、まあ、値段がものすごい上がっちゃったと。しかも普通の物価が上がっていくというのは別途は別の要因で上がっていった、まあ、いわゆる、まあ、こういう方あんまり好きじゃないですけど、悪い物価上昇だったと。ですからそれはあの国内に何の原因もないところで起きている話なんで、これでやろうということですから、そういう状況がなくなった時に続けるのかといえばですね、それはないと思うんですね。したがって抑制するためにやるっていう原則の下で、まあ、やりうる場合もあるという意味でちょっと三角になっちゃったんです。あるくまで政府が介入するのは例外であるという意味ですか、うん、要するに国内の物価が、まあ、いい物価の上昇っていう言葉もありますけど、そういう賃金と物価がこうやってスパイラルで上がっていくっていうことではない、外部の要因で上がっている場合の政策ですから、そういうものがあのフェードアウトしていけば当然やらないということですね。政治家のお立場としてはやっぱりこれ庶民の苦しみをある種緩和する意味があると思うんですね、うんうん、ついこれはやりたくなるというのが正直政治家の本性としては。そうですね、ありがちですね。まあ、あの一度やるとなかなかやめられなくなるということですけれども、あの総理もですね、この年内をめどにということでずっとやってきて、ただ条件は先ほど申し上げたように、やっぱり抑制しなきゃいけないレベルなのか、もう収まったのかと、まあ、そこが一番大事なところだと思いますね。ご自身は政治家の中でもこれには抑制的な方であるという。
そうですね、やっぱりずっと続ける政策ではないと思います、はい、そして次、原発の新増設を推進する、こちらは丸といただいてます。はい、やっぱりもともとベースロード電源として、また脱炭素電源として非常に重要です。まあ、大前提は当たり前ですけれども、新基準によってですね、安全性が確保されていると、それから住民の皆様のご理解があると、まあ、これ大前提なんですが、まあ、その上でやっぱり脱炭素電源ベースロードとしてはですね、当面やはり原発必要だろうと。でそれに加えてですね、熊本にもでっかい半導体工場来ました、盛り上がってますけれども、そういうことが今から起きてくる。さらにはですね、データセンターですね、でデータセンターがまたどんどん来ると、こういうことを考えますと電力需要やっぱり想定より少し上振れするかなと思ってまして、データセンターの場合は、どっちが近くに寄るべきかと、発電所なのかデータセンターなのか、ワットビット連携という言葉がありますけれども、まあ私はワットよりもビットの方が光でできるようになればこっちの方が安いと思うんで、むしろデータセンターが発電所に寄ってきてもらいたいと思ってますけれども、そういうことを日本全体でやっぱり俯瞰して考えていくということをやりながらこれやるということだと思いますね。ただ古くなった原発は新しいものに建て替えるということもあり得るという、そうですね、はい、ということですね。はい、そして選択的夫婦別姓制度を進める、こちらは×ですか。そうですね、まだコンセンサスがありませんので、はい、特に賛成ですか反対ですかっていうアンケートをやると賛成の方が多い、これ知ってます。ただですね、賛成、通称使用を進める、反対と3つの選択肢で聞くと割と並んじゃうんですね、だからその辺がもう少し国民の皆さんの間に、このぐらいかなというところを作っていかないと、まあ、作るのが我々の責任だと思ってます。方向性としては作る方向、これをなるべく選択的夫婦別姓を認める方向に作る環境を整備するという意味ですか。今おっしゃったコンセンサスがどっちになっていくかですね、今通称使用を一生懸命やってんですね、はい、で制度的にもいろいろできるようになりましたと思います。それは進めるか進めないかは問わずですね、コンセンサスに近いものを作っていくと、それがどういう方向性っていうのはあらかじめ予断を持って、言ってはいけないと思います。なるほど、はい、保守的なお立場の方からは、別の姓になると家族の結束が、まあ、揺らいでしまう、伝統的家族の価値観が崩壊してしまう、こういう意見に対しては長官どうですか。個人的に、そうですね、私も2人の娘を持つ親でありますから、やっぱり家族の一体感っていうのはね、大事だろうなというふうに思います。ではここからはですね、独自質問も含めてちょっとお伺いしていきたいと思います、はい、よろしく。長官、やっぱり官房長官で1日に2回政府見解を、ある種間違いの許されない答弁を毎日やっているとですね、必然的に絶対に間違いのない答えを話さなければいけないと、政府見解を話さなきゃいけないという場所になると、どうぞ、総裁選であまり突っ込んだことを言えないっていうところは不利になりませんか。これはね、